今回はデシリットルを楽しく覚えよう外伝リトール物語。これを見ると水の傘の単位に詳しくなれるかも。今回の動画もくだらないけど覚えちゃう。リトールが寿司の修行を始めたのは15歳の頃。店の掃除や皿洗いなどをする見習いとして頑張った。そして20歳になった頃、やっと弟子として握り方を教えてもらえるようになった。あれ、ことぶきつかさくんに似てるって？そう、自分に似ていることぶきつかさくんをとても可愛がったんだ。そこから寿司を握り続けて28年、みんなのよく知っている今のリトールだ。今の時代をリットル時代とすると、弟子の時代は弟子リットル時代。なんと師匠も弟子リットルと呼ばれた時代があったのだ。そして見習いの時代はミリリットル時代。せっかくだから未来の話もしておこう。リトールはその後寿司を握り続けて30年、ついに寿司を極め極みリトールとなった。そう、キロリットル時代である。前回のことぶきつかさくんのお話の中で10デシリットルが1リットルであるということは分かっている。つまりデシリトールが10人集まったらリトールだ。それじゃあリトールが何人分で極みリトールになるのであろうか。この極みリトール、寿司職人というよりはもう仙人みたいである。そう、仙人。というわけで1000リットルが1キロリットルになるということである。他の関係も見てみよう。見習いリトールが弟子リトールになるまでにどのくらい頑張ったかというと100人分、つまり100倍である。頑張って頑張って寿司の握り方を教えてもらえるようになったのである。というわけで100ミリリットルが1デシリットル、そしてリットルはデシリットルの10倍なので100倍の10倍ということで1000倍になるのである。つまり1000ミリリットルが1リットル。ちなみに見習いリトールと極みリトールの関係はというと1000人分の1000人分なので100万人分である。極みリトールの握った寿司はどれだけ美味しいか気になるところである。というわけで物語はここまで。